奈良市の奈良公園で13日、今年初めての鹿の赤ちゃんが誕生しました。子鹿は13日朝、公園内にある妊娠前の鹿を保護する施設で見つかりました。公園の鹿を保護管理する奈良の鹿愛護会によりますと、体重 3.1 キロ、全長52センチのオスということです。もう生まれてすぐ立ち上がるんですけど、立ち上がってお乳を初乳を飲むんですけど、はい、その立ち上がった時にこうやっぱ生まれたばかりっていうのは味がこうおぼつかない感じでこうフラフラっとしてたんで、はい、やっぱそういう状況を見て、はい、もう田辺さんが8時半に発見されたそういう状況から前に生まれただろうと。そうですね、まあもう元気に育ってくれたらいいと思います、はい、まあ、お筋からなんでこう力強くこうなんですかね、こう立派な角を生やして立派なお筋からになってくれたらいいと思います、うん。奈良公園の鹿は5月下旬から6月上旬にかけて出産のピークを迎え、今シーズンはおよそ200頭が誕生する予定です。子鹿は6月に公園内の角切り場でお披露目され、7月中旬に公園に放される予定です。